こんにちは、そして私のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは毎日神の創造の美しさと素晴らしさを探求しています。今日は中央アジアと南アジアの山脈に生息する最も美しく魅力的な動物の一つ、ユキヒョウについてお話ししましょう。ヨブ記の中で神は嵐の中からヨブに語りかけ、神の創造について一連の質問を投げかける。私が地の礎を築いた時、あなたはどこにいたのか。わかるものなら教えてくれ。誰がその寸法を記したのか。知っているはずだ。誰が地上に側線を引いたのか。暁の星踊り子が共に歌い、天使たちが喜び叫んでいる間に、誰がその礎を据えたのか。ヨブ記38章4節から7節。神の創造はあまりにも広大で驚異的であるため、私たちはそれを完全に理解することはできない。しかし、その最も壮大な生き物の一つであるユキヒョウを探ってみよう。ユキヒョウは、ヒマラヤ山脈を含む中央アジアや南アジアの高山に生息する大型の猫である。雪に覆われた寒冷な気候を生き抜くための美しい厚い毛皮で知られている。しかしその美しさゆえに、闇市場で毛皮を売る密猟者のターゲットにもなっている。これは私たちが神の創造物を大切にし、危害から守る責任があることを思い起こさせる。創世記の中で神はアダムに、地に満ち、これを従わせよと命じている。創世記1章28節。これは私たちが大地とその被造物に対して何をしても良いという意味ではない。そうではなく、私たちは神の創造物を管理するものであり、賢く敬意を持ってそれを使わなければならないという意味なのだ。ユキヒョウについて最も興味深いことの一つは、その環境へのユニークな適応である。その力強い足は体長の6倍ものジャンプを可能にし、長い尾は岩場でもバランスを保つのに役立つ。また大きな前足は毛で覆われているため、雪の上でも沈み込むことなく歩くことができる。この驚異的な能力は、あらゆる生き物をそれぞれの環境に合わせてデザインした神の知恵と創造性の証である。ユキヒョウは忍耐強く、忍び足で狩りをし、周囲の状況を注意深く観察してから行動を起こす。彼らは忍耐の大切さと、行動を起こす前に状況を観察し理解することの重要性を私たちに教えてくれる。聖書は私たちにこう教えている。主を待ち望み、心を強くし、勇気を出しなさい。詩編27章14節。ユキヒョウが狩りをする前に忍耐強く周囲を観察するように、私たちも主のタイミングを忍耐強く待ち、状況を注意深く観察してから決断することが勧められている。ユキヒョウは孤独な動物で、自分のテリトリーを単独で移動することを好む。ユキヒョウは私たちに、孤独に感謝すること、自立することに力を見出すこと、個人の空間と境界線を大切にすることの大切さを教えてくれる。しかしイエスはしばしば孤独な場所に引きこもり祈られた。ルカ5章16節。イエスが神とつながるために孤独の時を求めたように、私たちもユキヒョウから内省し、祈り、神との関係に強さを見出すために、自立と孤独の時を大切にすることの大切さを学ぶことができる。残念ながらユキヒョウは絶滅危惧種でもある。その生息数は4000頭から7000頭と推定され、生息地の喪失、密猟、気候変動によって脅かされている。しかし希望はある。いくつかの保護団体がユキヒョウとその生息地の保護に取り組んでいる。クリスチャンとして、私たちは神の創造物を大切にし、未来の世代のために保護に努める責任がある。詩編104章24節から25節にはこうある。主よ、あなたのお技はなんと多いことでしょう。主よ、あなたのお技はなんと多いことでしょう。知恵をもってあなたはそれらすべてを作られました。主よ、あなたのお技はなんと多いことでしょう。知恵をもってあなたはそれらすべてを作られました。ユキヒョウから最も小さな昆虫に至るまで、すべての生き物は神の創造の一部であり、私たちの尊敬と保護に値することを思い起きこそ。このビデオを楽しみ、
何か新しいことを学んでいただければ幸いです。神の創造の美しさと素晴らしさについてのコンテンツをもっとご覧になりたい方はいいね、購読シェアをお忘れなく。ユキヒョウから学べる教訓や、どの動物について話してほしいか、下のコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。